カットコールオーバーサイズプルオーバー1280円。意外とこれ1280円なんだ。パッと見たとこれまた長袖 T じゃんって思うかもしれないんですけど、こちらなんとコーデュロイ、コーデュロイのプルオーバーなんですね。だからスウェットの代わりにコーデュロイだと思っていただけるといいかなと思います。で、結構ウネが太くって見えるかな、細かいウネではなくて真っ白で全然見えないコーデュロイのこうなんていうか線が細いというか感じになっていて、シルエットも結構ゆったりめですね。秋口とかよくスウェット着ると思うんですけど、それの代わりにこれ使ってあげるとかなりこう秋を感じられるアイテムなんじゃないかなと思っております。で、これ色がブラック、キャメル、モクグレー、オレンジ、ホワイト、ダークグリーンということで6色展開。今年の、秋冬の、こういうカジュアルウェアですね、カジュアルウェアに関してはあの空張りかなりありますね。その反面もしかしたらこのサイズと色の偏りが大きくなってしまうかもしれないんですけど、空張りすごいいっぱいあるので、皆さんのお好みの色を選ぶことができるんじゃないかなとは思います。こちらも 3L で、これは僕はオフホワイトを選びました。ストレッチ性が結構強いのが特徴みたいですね。あ、結構でかいこれ。あ、でもこのベージュのパンツとかとも合わせやすいし、ちょっと可愛い感じになるよ。うん、でもなんかスウェットと違ってホリデー感出ますね。なんかもしかしたらこれ僕でももうワンサイズ下でもいいかもしれない。ちょっと大きかったかもな。でもこんなもんか。で、横にここにポケットついてます。確かにこれすっごい伸びる、ビヨンビヨンですよこれ。超ストレッチ性で、あのコーデュロイではあるんですけど思ったよりも軽いです。すごい軽い感じ。下ろして、これでも、お尻が、完全に隠れてるくらい。 3L で結構大きいですね。今年の、あのアイテム全体的にリラックスシルエットなので、今までと同じノリで最大サイズ買うと結構普通に大きかったりするので、試着をおすすめします。このストンっていう感じは今までなかったかもしれないですね。もので、なんかワークマンのスウェットとかも結構ここがないんですよ。こうやって手やった時にここがこうやって落ちてると結構可愛く見えるんですけど、あの結構こういうスウェットが今まで多かったので、ゆったりリラックスシルエットって感じ でだけど、あのコーデュロイなんで、あのスウェットとちょっと違った感じに見せられるのはすごくいいんじゃないかなと思います。ベージュっぽいチノパン、これは今撥水パンツなんですけど、あのコットン地のチノパン、リッキーズみたいな、あのそういうのと合わせても絶対良さそうですね。さっきの以上に結構全体的にゆったりシルエットなので、170センチ前後の方だと L サイズとかがいいんじゃないかなと思います、うん、でもなんかあの M とか S をレディースでオーバーサイズ気味に女の子は着るのもありじゃないかなと思います。はい、で、まあ、これはオフホワイトなのでだいぶそういう感じに見えるんですけど、オレンジとか、まあ、キャメルですね、キャメルとかオレンジとかもあるし、ブラックとかだとまただいぶ印象は違うんじゃないか。めちゃめちゃ楽そう。確かにその通り、すごい楽です。このまま寝れるかもあ、部屋着にも良さそう。確かにそうですね、うん、これで、まあ、首元はそんなに普通ぐらい、そんなに広くもなく、あの首元は意外としっかりしてますね。はい、これが、カットコールストレッチオーバーサイズ、そうだオーバーサイズって言ってますね、これオーバーサイズプルオーバー、そう、もともとオーバーサイズだから多分ジャストぐらいでいいかもしれないですね。なんか確かにあの1枚で割と様になるので使いやすいかもしれない。じゃあ前回のあれだ、ステンカラーコート持ってきますね。黒じゃないんですけど、こちらもソロテックスのステンカラーコートですね。こんな感じで
あら、もう夏じゃない、夏終わった、これもう秋ですね、これ秋って感じ。ズボンのね、素材を普通のチノパンっぽい素材にしたら、もうこれだけで本当に10月とかはこんな感じで遊びに行きたい、遊びに行けるのか。あ、でもなんか今思ったんですけど、これね、あのセーターっぽく見えるんですよ、コーデュロイだから。だからなんかこういうナイロン系のちょっとツヤツヤっとしたアウターと合わせると、なんかほらセーターに合わせてるみたいでめっちゃ良さそう。このステンカラーコート本当いいっすよ。あのフードもあるんですごいいいです。これこの組み合わせすごいいいですね。このセーターっぽく見えるのすごくいい。これなんかこっちが結構ツヤツヤした素材なので、中がこれ1枚持ってくるだけですごく秋っぽさを出してくれるから、めっちゃいいですね。これはカットコールストレッチオーバーサイズプルオーバーでした。1280円ですね。1280円でこの感じだったら全然いい。白だとね、あのそういう感じ出せるんで、セーターっぽい感じ出せるんですごくいいですし、木のグレーも良さそうだな。これおすすめっすね。着てみてよかったっていう、着ないで買ったのかって感じですけど、結構ワークマンで、あ、これいいな、あ、これいいなって感じです。すぐ買っちゃうんであんまり試着してないっていう、まあ元々商品知ってるっていうのもあるんですけど、おすすめですこちら。はい。